皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は静岡市立高校の SSH 課題研究報告会、このお知らせをします。この報告会、塾の皆さんも参加できるので、参加したいなと思った方はもう締め切り迫っちゃっているので、お早めに私立高校の方に問い合わせてみてください。文科省からスーパーサイエンススクール SSH、 この指定を受けている静岡市立高校、ここでは科学探究科の3年生による研究発表会が開催されます。日時は令和5年6月17日の土曜日、会場は静岡市立高校の視聴覚ホールです。時間9時30分から受付、その後10時から10時10分校長先生の挨拶があって、10時10分から10時40分課題研究の口頭発表があります。2件あるそうです。その後10時40分から11時40分これはポスターセッションで課題研究、日本語と英語のものがあって、これが11件あるそうです。その後11時50分から12時、これが好評になっています。会場は駐車場がないので、参加される方、公共交通機関の利用をお願いしますとのことです。参加されたい塾の方、締め切り迫っています。お早めに市立高校の方に問い合わせをしてみてください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。